つやん。武器あったわ。やっべ。やっべ。やっべ。あれグッズ。はい。あ。やっべ。安い。安いけど。買えるね。安いけど。あ、そうやつね。それそれではない。これで運ぶのか。大丈夫、案外おとなしいんだよ。あれ、ラオスさんいないな。え、ラオスさんには町までこの従者の手綱を引いてもらうの。ラオスさんがいないと動かせないんだ。怪獣、ちょっと探してくるから、レナードはそこで待ってて。お、ユーリ、そうですか。ちょっとこっち側行きますね。入ったわ。モンスター。モンスター探すの、モンスター探すってことですか。そうですか。はい、わかりました。はい、はい、頑張らせていただきます。モンスター。モンスターどちらですか。モンスター。なんか。モンスター。モンスター。寝坊ですか。寝坊で仕事ちょっとするの社会人としてどうかと思いますけど、母さん、ラオスさん、ラオスさん、ちっちゃ。この先なんとか族ってやつかな。かな。急ぎみたいな。あ、ラオスさん。敵に強いこと。いけない、眠っちまってるし。こんなところにいたの。ちゃんと言ってあったのに。どうしたらいいの。ユーリさん怒ってるし、ご勘弁。雲行きが怪しいですけど。
これで準備 OK だよ。うわ、そろそろ夜になる。急がないとまずい。じゃあレナード、改めて紹介するね。この従者を運んでくれるラウスさんよ。旦那、よろしくお願いします。こいつは気性が荒くて足が手綱を引いてないと何しでかすか分かんねえし、ってわけで足もお供させていただきやす。お変わり者だけど腕は確かよ。じゃあ急ごえ。ユーリも行くの？何よ、私だってお祭り見たいよ。いいでしょ、手伝ってあげるんだから。さあ出発だよ。ユーリちゃん結構可愛いね。そう、そんなことはなかったな。大丈夫、戻ったらもうなんか戦火大丈夫ですか。コンボ、はい、タイミングよくあれをしてね。はいはいはい、コマンド編集で、あ、そうなんだ。じゃあちょっとやるか。切るつか、はあ、スキルは使えない。精霊の方が水抜けとか、ああ、そういうことか。まあ、なんとなく分かったよ。属性合わせよねとか。はい、いじります。ここはね。切るしかねえわ。できんの？できない。何も使えねえわ。じゃあまだできねえじゃねえか。何の状態ですか。何の状態ですか。え、希望だけ見させて感じですか。逆にこの人でできるってこと。ああ、ほら、なんかできそうじゃない。見させた感じですか。これがないとダメ。はい。あ、そう、はい、はい、あ、わかりました。はいっす、はいっす、はいっす。また楽しみ。絶対なんか。こっちでしょ。こっちでしょ。
ラウスさんの HP もあるからさ、守りながらってみる。人が増えると
嫌な予感しかしない。待て、なんか変だ。どうしたの？なんです旦那。何か聞こえないか。え？くそ、ワインの匂いを嗅ぎつけてきたんだ。どうするんですか。やるぞ。えでかくないですか。危なかったね。なんとかワインも大丈夫みたい。さすが旦那、あんなでかいの倒しちゃってるし。いや、三人がかりじゃなきゃやばかったさ。さ、もうすぐ城だ。急ごう。うん。よし、よいしょ。倒れた。確かに。なんか特にそういうのなかった。勝手に拾ってる。なんか人気の動き。これでそうです。今日好き。
こいつは5人分なんだよね。Eesh.